はい、どうも、セレッソです。ホットダンスオールニュース始めていきます。このチャンネルはね、えー、ジャマイカの最新ニュース、ダンスオールニュース、レゲエニュースを語るチャンネルになってるんで、興味がある人はチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、今回は2月の第3週ってことなんですけど、まあね、先週上げるつもりだったのがちょっと遅れちゃったんですけど、まあ今回もね、かなりニュースいっぱい入ってきてるんで、早速行きましょう。まずはこのニュースですね。 えー、カーディ・ビーが、えー、アルカラインの曲で、えー、大熱唱。これですね。これね、何かっていうと、この画像、映ってるのがカーディ・ビーとオフセットなんですけど、こうバレンタインデーの時にね、メキシコに家族で旅行行ってたらしくて、その時に、えー、インスタのストーリーでね、えー、これね、実はこれ動画なんですけど、 アルカラインのね、ムーブ・ア・マウンテンっていう曲に合わせてカーディ・ビーが熱唱してて、オフセットが後ろですごい踊ってたりしたっていうね。まあ、実際ね、これ、カーディ・ビーたまたまこの曲歌ってるんじゃないのって思ったかもみんな知れませんが、実はね、カーディ・ビーってのアルカラインがすごい大好きらしくて、過去にもね、チャンピオン・ボーイっていう曲がすごいハマってるみたいなことも発言してて、他にもね、 お気に入りのダンスオールアーティストがいっぱいいるみたいで。これはね、えー、もうね、ストーリーなんで消えちゃってるんですけど、あの、カーディ・ビーのファンページみたいなのがインスタグラムであるんですけど、そこにはね、まだ残ってるんで、本当にね、カーディ・ビーがね、アルカラインの曲を熱唱しながら踊ってるんですよね。で、オフセットもコミカルになんかワイニーみたいなことしてて、まあ、本当に好きなんだなって感じで、で、突如としてね、このタイムラインが、 たあ、ストーリーにこのタイムラインが上がったってことでね。ちょっとダンスオール業界がざわついたっていうジュースですね。はい。はい、次は、えー、EP アルバムのリリースラッシュですね。これはもう様々なアーティストがね、もう、いろんなアルバム出すってことで、もう出てるのもあるんですけどね、えーまあ、バレンタイン、2月14日にポップコーンがサプライズ EP を発表しました。 で、この曲は、まあ、バレンタインってことで、ほとんどもうギャルチューン。ほとんどっていうか全部ギャルチューンで、まあ、バレンタインデーなんでね、こう、君を愛してるみたいな、こう、爽やかな感じかと思いきや、結構ね、本当にギャルチューン。セクシーさを売りにしたギャルチューンばっかでしたね。はい。まあ、エロい感じの曲が多くて。これでもかなり良かったですね。現場で、かかるんじゃないですかね。かなり。 現場向きな曲でもあるし、いい感じでしたね。はい。で、これはもう、多分、YouTube とかにも上がってるし、聴けると思うんで聴いてみてくださいってことで、で、もう一つ EP、これはね、これから出るやつで、モーヤンっていう、新生のアーティスト、女のアーティストがいるんですけど、モーヤンがね、初の EP を出すってことで、このモーヤンっていうのもね、結構、上がり調子で、 ドカンとしたビッグチューンはないんですけど、まあね、かなりいい曲、出す曲出す曲、いい曲で、結構流行りのリズムに乗ったりね、最近だとスタイラースタイルリズムのバックシートとかも結構回転してるんで、これもね、もうやん。これから注目のアーティストなんで EP かなり楽しみですね。はい。あと次が、えー、B にはもうアルバム、もう完成してて、これはもう あとは発表するだけみたいな感じで、まだ発表されてないんですけど、えー、実はね、これ、本当はね、去年の8月に、えー、47歳の誕生日を迎える時に出そうかなって思ってたんですけど、その時にはね、まだ課題が残ってたため、今年になったそうですね。で、これももうあとタイミングを見,は見計らって出すだけって感じなんですけど、まあ、ビーニマンもね、僕も、 ビーニマンすごい好きなんですけど、ここ最近はね、まあ、あんまりヒット曲がないというか、まあ、シズラとかボンティーとかもそうなんですけど、ちょっとね、取り残されてる感が結構あるんで、あんまいい曲もね、あんまないんで、ここ最近。このアルバムでもいろんなアーティストがフューチャリングするみたいで、まあちょっと、まあちょっと期待してるって感じですね、これ、ビーニマン。はい。で、次が、こう、ショーン・ポール。 これも、ション・ポールもアルバム出すんですけど、このアルバムかなりいいです。だから全部聞いてないんですけど、まだ出てないんでね。何曲かは、あの、もう上がってるんですけど、何曲か聞いたんですけど、かなりいい感じで、しかもね、このショーン・ポールのアルバム、まあ、ショーン・ポールって言うとね、もう本当に世界的なスターなんで、まあ、世界に向けたアルバムかと思いきや、これもかなりダンソールなアルバムに仕上がってて、 まあフューチャリングアーティスト、言うとえ、全部は言わないですけど、えー、言うと、えー、チチンチン、ビジーシグナル、えー、ブジュバントン、ジュニアゴング、レフトサイド、スキリベング、マバド、ゴバナ、セラーニ、マシカっていうね、ほぼめちゃくちゃダンソールになってて、曲もかなりいいです。てかね、ションプールね、あの、現場ではかかんないけど、ここ最近、ここ5、6年で、 結構いい曲出してるんですよね。だけどまあ、まあ日本のセレクター事情というか、まあサウンド事情で、まあ有名な人の、えー、ミックス CD 聴いて、まあ言ったら言う、ヒット曲しか入ってないやつ聞いて、それであ、これがヒットしてるんだっつって現場でそのまま書けるみたいな流れがかなり多いんで、とか、ほとんどのサウンドマンがもうそれやっちゃってるんで、もう,もうちょっとね幅広く、 もうほんと、シーンポールとかもね、かなりいい曲あるんで、かけてほしいってか、思いますね。で、このアルバムかなり絶対いいんで、絶対要チェックですね。はい。で、次はね、えー、コフィー。日本ではボスってるコフィーもアルバム発表するみたいですね。で、このアルバムはまだまあ情報があまりないんですけど、一つ情報があるとしたら、えー、アフロビートの,のね、アフロビートの U と言いますか、 アフロビートで大ヒットを連発してるバーナボーイとスタジオ入ったっていう目撃情報があって。だからこのコフィーのアルバム、アフロビートも取り入れたアルバムになるんじゃないかなって感じですね。それがもしかしたらダンスソールとかレゲエっぽいのにバーナボーイが乗るか。まあでもバーナボーイ迎えてるぐらいだから多分アフロビートを意識した作りになってるんじゃないですかね、この曲は。これもかなり期待してます、コフィー。めっちゃいいアーティストなんで。 はい、次、次がね、えー、スパイス。スパイスがデビューアルバムを発表するってことで。で、このスパイスね、なんかアルバム出てんじゃないのって思うかもしれませんが、実はこれデビューアルバムで、ま、過去にね、EP は出してるんです。で、その EP はかなり売れて、えー、しん、その EP に入ってるシングルでも iTunes チャート1位取ったし、えー、その EP 自体も1位取ったってことで、 歴史的なアルバムになったんですけど、まあ、このね、アルバムじゃない、それは EP か。歴史的な EP になったんですけど、満を持して、今回ね、デビューアルバム。それ、それがね、この VP と契約して、10周年らしいんです。10年目らしいんです。なんで、それでアルバム出すと。で、えー、アルバムの名前が天になるんじゃないかと。10周年ってことで、10年目ってことで10ってことで、 でこのアルバムもまだ情報がね、全然ないんですけど、一つだけ分かってることが、シャギーが制作指揮をしてるってことですね。あのシャギーです。世界的なホットショットを爆売れした。なんで、まあゴリゴリのダンスールっていうかもう世界に向けた感じになるんじゃないですかね。もうヒップホップの要素を入れたり。もしかしたら、ダンスールトラップというかトラップの要素も入ってくるんじゃないでしょうかね、このアルバムは。結構ね、 メジャーに向けたアルバムだと思います、これは。っていうのも、ええー、まあ、センシーヤとかも、ね、結構アメリカサイドに結構今売り込みかけてて、まあね、ロシアンとかとやったりしてるんですけど、まあ大ヒット曲っていうのがなくて、で、マバドもキャレドとかとやってますけど、あんまりね、今一つなんで、まあ世界的に売れてるダンスオールスターっていうのがね、まあ今、カイなんですよね。 なんで、このスパイスアルバムどうなるかって感じで、はい。まあ今回はこんだけビッグアーティストがアルバム出すってことで、多分ね、3月ぐらいに集中してるんで、来月期待しててくださいってことで、はい、そんな感じです。はい、次。まずはこの画像を見てください。これね、おでこに入れ墨入ってる人がインテンスっていうね、今はもうめちゃくちゃ人気のジャマイカで。 ジャマイカでめちゃくちゃ人気のアーティストなんですけど、先週ね、インスタグラムでこの画像を投稿したんですけど、髪型を変えてるんですね。ストレートパーマーかけて。で、これに対して、えーま、ダンスオールファンたちが、こうね、ちょっとね、馬鹿にするようなコメントをすごい投稿して、なんだよ、その髪型とか。いや、豆じゃんとか、似合ってねえよみたいな。で、そこでちょっと話題になったんですけど、 それとは別にね、ちょっとね、足元を見てもらいたいんですけど、こう、誰か一人が気づいたんですよね。ちょっと待って、あの、足めっちゃ白くねっつって。で、これブリーチしてるやんってことになって、いや、インテンスブリーチしてんじゃんみたいな感じになって、何ブリーチしてんだよみたいなことに話が逸れてったってことでね、はい。まあ別にね、まあこれ、 見る限りまあインテンスブリーチしてるんでしょうけど、まあ、僕は別にブリーチは、まあ、本人の自由なんで別にそこは気にしないしなんならねえー、アメリカのねえー、フィメールラッパーとかもねほとんどブリーチしてますよねでブリーチしてなくても写真とかは完全に肌の色すごい白くしてますよねはいだからまあ ブリーチ問題ってジャマイカの問題じゃなくて、もう結構アメリカでもね、えー、肌の色をこうね、抑える傾向にあるというかね、黒人は。まあそういう感じになっちゃってるんですよね。そっちのがね、すごいモテるみたいでね。うん。まあ僕は、もっとね、えー、こう自然な感じを出してほしいんですけど、まあ別に本人がやりたいんだったら、まあ別にそれはそれでいいんじゃないかなーって感じで。で、もう一つね、えー インテンスで言うと、ピカチュウっていうね、ニューソングを発表したんですけど、その PV の中でね、えー、女性の口を灰皿代わりにするっていう描写があって、それで炎上してますね。はい。まあ今の時期、まあこう今の時期っていうか時代、こういうことやっちゃうと絶対炎上するんでね、多分これインテンスはわざとやったんじゃないんでしょうかね。はい。そう見てます。って言ったら、 あの、こんなことやって、話題、話題っていうかバッシングを浴びるのはもう目に見えてるし、まあそれを使った炎上手法みたいな感じだと思いますね。ピ,ピカチュウって曲なんですけど、これね、結構いい曲なんで、聞いてみてはどうでしょうか。まあこれでちょっと炎上して、なんかいろんな団体も動いちゃってるみたいなんですけど、はい、そういうニュースです。 はい。次は悲しいニュース。先週ね、えー、ユーロイが死去、えー、というニュースが飛び込んできました。でね、多くのダンスオールファンたちが日本でもね、えー、追悼の意を示してましたね。で、このユーロイってね、どんなアーティストなのって分からない人のために、軽くね、言っときますと、えー、まあ、ラップがない時代にね、えー、トースティングスタイルというね、えー、トースティングっていうね、えー 曲と曲、歌と歌の合間に、ぶつくさ喋るっていうのがトースティングスタイルなんですけど、それを初めてやった人が、このユーロイっていうアーティストで、まあそういう歌い方した人はね、その当時誰もいなくて、このユーロイが初めてやったんですよね。で、その当時の証言として、僕が見たのは、アルトンエリスのインタビューで、えー、アルトンエリスが、えー、 そん時ロックステディの時代だから67年とか6年の時に、えー、そのラバダブセットみたいなところでユーロイがそういうトースティングスタイルのを見てトースティングスタイルしてるのを見てなんだこのスタイルはと衝撃を受けたっていうのを語ってますねだからロックステディの時代にもうラップの元となるトースティングスタイルっていうのも編み出されてたんですねこの時代にユーロイっていう人が。 で、その、ユーロイってアーティストに続いて、ビッグユースとか、アイロイとか、ユーブラウンとか、デニス・アル・カポーンとか、が、まあ、トースティングスタイルを、こう、さらに押し上げてって、で、後にね、まあ、イエローマンとか、トーヤンとか、チャーリー・チャップリンとか、出てって、まあ、今の、こう、バイブスカーテルとかに至るって感じですね。ただね、このアーティストは、まあ、ラップを始め、最初にやった人みたいな、 紹介もされるんですけど、それはまたね、ちょっと違くて、まあ、ラップっていろんな起源があるんですよね。だから、ラップって誰が始めたわけでもなくて、まあ、いろんなスタイルをこう試行錯誤していく中で出来上がったもんなんで、まあ、誰が始めたとかいうのじゃないと思うんですけど、そのね、最初のファーストインパクトを与えたのは、このユーロイでこう間違いないと思います。はい。で、アメリカだとね、あれなんですよ、ユーロイっていうのはなかなかヒップホップ、 サイドでは歴史の中で語られることはもうほ,ほとんどないです。全くなくて。じゃあ、ヒップホップだと、えー、ラップの起源でどうやって、あの、ね、示されてるのかっていうと、結構ね、モハメドアリ説。モハメドアリがインタビューの時に早口でまくし立てて、印象に残るようなワードを随所にね、散りばめていくんですよ。まあ、それがね、パンチラインみたいな感じで、ね、その記憶に残るんですよ。蝶のように前蜂のように刺すとかね。 で、早口でね、インタビューして、それがね、ラップの起源だみたいな感じで言われてるのが、アメリカ、ヒップホップでは定着してますね。まあ、ジャマイカでは結構、ユーロイの説が根強くてね。まあ、間違いなく、えまあ、ユーロイがいなかったら、えまあ、このラップはね、今のままの形にはなってなかっただろうなってことで、偉大なアーティスト、RIP ってことで、 まあね僕のおすすめの曲を下の概要欄に貼っとくんで、チェックしてみてくださいってことで、まあ、3週目はね、えー、こんな感じで、でまだまだ、えー、ニュースを続けていこうと思うんで、よかったらね、SNS とかで、Twitter、まあ、とかでこれを広めてもらったり、チャンネル登録してもらえたりすると嬉しいです。でコメントも気軽に待ってます。ということで、さようなら、ありがとうございました。